アルーの女。どうで咲く風車小屋だよりから。風車小屋を降りて村へ行くには、えのきを植えた大きな庭の奥にあって、道の近くに立っている農家の前を通る。赤瓦で屋根を吹き、栗色の広い外壁には不規則に窓が開き、そして一番上に苗の風見があり、枯草を巻き上げるのに使う滑車が見え、まぐさの茶色の束が5つ6つはみ出していて、いかにもプロヴァンスの地主の家らしい。どうしてこの家が私の心を打つのか、どうしてこの閉ざされた門が私の胸を痛ませるのか、それは言葉には表せないが、この家を見るとゾッとするのだった。周りがあまりに静かだ。人が通っても犬は吠えず、コモンドリは鳴きもせずに飛び去る。家の中は声一つしない。ラバの鈴さえも聞こえない。窓の白いカーテンと屋根から上がる煙とがなかったら、誰も住んでいないと思われたろう。昨日昼に私は村からの帰りがけ、日をよけてこの家の壁に沿い、えのきの木陰を歩いていた。家の前の往来で男たちが黙々とマグサを荷車に積んでいる。門は開いたままになっていた。通りがかりに覗いてみると、庭の奥に頭を両手で抱えて、大きな石のテーブルに肘をついた背の高い髪の毛の真っ白な老人がいた。短い上着を着、ボロボロの半ズボンを履いている。私は立ち止まった。男の一人が低い声で私に言った。しー、旦那ですよ。息子さんの不幸があってからはいつもああなんです。その時、喪服を着た女と小さな男の子とが金縁の厚い祈りの本を手にして、私たちのそばを通り家の中へ入った。男がまた言った。ミサから帰ったおかみさんとご次男ですよ。息子さんが自殺してからは毎日お出かけです。ねえ旦那、おいたわしい子ってさ、おやじさんはまだ死んだ人の着物を着ています。脱がそうたって聞きやしません。はいはい。車は一揺れして動き出した。私はこの話をもう少し詳しく知りたかったので、業者のそばに乗せてもらった。こうして車の上でマグサに囲まれて、この悲しい物語の一部始終を聞いたのである。彼はジャンと言った。20歳になる立派な百姓で、小娘のようにおとなしく、体は頑丈で、顔は明るかった。顔が美しいので、女たちの目を引いたが、彼の頭には一人の女性しかなかった。ビロードとレースずくめの若いアルーの女で、アルーの闘技場で一度会ったことがある。農家では初め、この関係を喜ばなかった。女は浮気者として知られていたし、両親が高等地のものでなかったから。しかしジャンはどうしてもこの女を欲しがっていた。あの女がもらえなければ俺は死んでしまう、と繰り返した。仕方がないので、取り入れが済んだら結婚させるということに決まった。ある日曜日の夕方、農家の広場では家族の夕食が済みかけていた。結婚の祝宴のようだった。席には見えなかったが、新婦のためにみんなは絶えず杯をあげた。すると一人の男が戸口に現れ、声を震わせて、エステーブ親方に話がしたい、親方にだけ、と言った。エステーブは立ち上がって往来へ出た。親方、と男は言った。あなたは2年間、私の丈夫だったアバゼレ女を
息子さんの嫁にしようとしていらっしゃる。私の言うことは本当です。これがその手紙です。両親もすっかり承知して私に約束しました。けれどあなたの息子さんがあの女を欲しがってからは親たちも女も私を構ってくれません。でもこんなことがあった以上、まさか別の男の嫁にはなれまいと思っていました。よろしいと手紙を見てエステーブ親方が言った。うちへ入ってミュスカブドウ酒でも一杯やらないか。男は答えた。ありがとう。喉の渇きより胸の方が苦しいんです。こう言って彼は立ち去った。父親は何気ない様子で戻り、再び食卓に着いた。そして食事はにやかに終わった。その晩エステーブ親方と息子とは一緒に畑へ行った。二人は長い間表にいた。帰ってきた時には母親はまだ彼らを待っていた。おいと地主は息子を母親のところへ連れて来ていた。大東やりかわいそうなやつさ。ジャンはもうアルルの女の話はしなかった。しかしいつも彼女を愛していた。他の男のものだと聞いたからは一層愛するようになった。ただ自尊心が強かったので何も言わなかった。かわいそうにこうした気性が彼を殺したのだ。ある時は朝から晩までたった一人片隅でじっと過ごした。また他の日には物苦しいように畑に出て一人で日雇い十人前の仕事をやってのけた。夕方になるとある上の道を高い町の鐘楼が西の方に見えるところまでまっすぐに歩いていった。そしてそこから引き返すのであった。決してそれより遠くへは行かなかった。こんな風に彼がいつも悲しそうに一人でいるのを見ると農家の人たちはどうしていいかわからなかった。人々は災いが起こらなければいいがと思うのだった。ある時食卓で母親は目に涙をいっぱい溜めて彼を眺めながら言った。いいかいジャン、どうしてもあの女が欲しいなら添わしてあげるよ。父親は恥じた赤くなりうなだれた。ジャンは首を横に振って表へ出た。この日から彼は生活ぶりを変えて両親を安心させるためにいつも陽気な風を装った。バル、舞踏会に、カバレ、酒場に、フェラード、牛祭りに、彼の姿が再び見られた。フォンブイ英雄のお祭りでは、ファランドールの温度を取った。あれは治った、と父親は言ったが、しかし母親は相変わらず不安だった。そして前よりも、一層息子に注意した。ジャンが養蚕室のすぐそばに弟と一緒に寝るので母親は彼らの部屋の隣に床を取らせた。夜中に解雇のことで用事があるかもしれないと言って、地主たちの守護神である聖エロアの祭日が来た。農家ではみんな大浮かれだった。シャトーヌフが飲めるし、バンキュイにブドウ酒は雨のように注がれる。また広場では花火が上がり、火が燃やされ、えのきにはいっぱいに色提灯が吊るされる。聖エロは万歳。みんなヘトヘトになるまで踊った。弟は新しい上っ張りを焦がした。ジャンも楽しそうであった。彼は母親を踊らせようとした。かわいそうに母親は嬉し涙をこぼした。真夜中に人々は寝床へ行った。みんな眠かった。しかしジャンは眠らなかった。
後で弟は一晩中ジャンがすすり泣きをしていたと話した。ああ、どんなに苦しんだことだろう。翌日明け方に母親は誰かが自分の部屋を走り抜けるのを聞いた。彼女はある予感に襲われた。ジャン、ジャンじゃない？ジャンは答えなかった。もう階段のところにいる。急いで母親は起き上がった。ジャン、どこへ行くの？ジャンは屋根裏に上がった。母親もその後から上がる。お前、お願いだから。ジャンは戸を閉めて、かんぬきを刺した。ジャン、私のジャネ、返事をしておくれ。お前どうしようというの？手探りで、置いた手を震わせながら、彼女は情を探す。窓が開いて、庭の敷石の上に、物の落ちた音がして、それっきりだった。かわいそうにジャンは、こう考えたのだ。どうしても思い切れない。死んでしまおう。まったく私たちの心は惨めなものだ。だが、いくら相手を軽蔑しても思い切れないとは何ということであろう。その朝、村の人たちは、エステーブの農家の方で誰があんなに叫んでいいのだろうと尋ね合った。それは、庭の露と地層で濡れた石のテーブルの前で死んだ子供を両腕で抱いて胸もあらわに嘆き悲しんでいる母親であった。